北村末春から1931年6月17日は、明治、大正期日本の作曲家、作詞家、演出家、東京府銀座出身。明治5年4月16日、東京府銀座に、漢学者で14代将軍、徳川家持の事項を務めた、北村麒麟、正刈夫妻の一子として生まれた、江戸時代前期の国文学者、 北村貴麟は七代前の先祖で、末春は貴麟から見てなお孫にあたる。父と親交のあったジェームス・カーティス・ヘボンが開校した、明治学院に入学し、同級生となった、島崎東村と親交を結ぶが末春に、音楽の才能を見出したヘボンの勧めもあり、学院を中退。東京音楽学校市半部へ進み、田中翔平に指示する。卒業後は、 父の麒麟が経営していた私塾の江南学校を手伝っていたが、同校は1895年に麒麟の旧姓を受けて閉校した。東京音楽学校の後輩に誘われて、青森県市範学校の音楽教諭となった後に、長野県市範学校の教諭を務めていた、与田弁之助の誘いを受けて同校へ赴任し、1900年に浅井清が作詞した、地理商家、 シナノの国に曲をつける。末春がつけた曲は2年前に、ヨダが作曲したものに代わって、好評を博し、1968年の正式な喧嘩としての制定を経て、現在に至るまで、長野県全域で愛称され続けている。1901年に、長野県市範学校を退任し、三越五福天音楽部主任となった。末春の作詞、作曲、 演出で1905年に歌舞伎座で弥生狂言の仲幕として演じられた露影の夢は日本人の手になるものとしては最初の本格的な歌劇とされている。1909年に独立して北村音楽協会を立ち上げるが同時期に母校の東京音楽学校から法学調査係に任命され法学の財布を精力的に行った。1912年歌舞伎座で 自ら作詞、作曲、演出を手掛けた歌劇、ドンブラコを妻のウィゴと演じる。このドンブラコは、1914年に発足した宝塚少女歌劇の第一回演目となった。1927年、北村児童歌劇協会を設立。1931年6月17日没。去年60歳。母書は東京都台東区谷中の随リ寺境内。 特に中期がない場合は、本人が作詞も行っている。ありがとうございます。